50歳女優のツヤボディがすごい、2。宮沢と同じく大胆な脱ぎっぷりで早熟だったのは、高岡早紀だ。94年に映画、忠臣蔵外伝、四谷怪談、で、湯名大岩に抜擢され、登場シーンからいきなり着物を脱ぎ、新雪のような白肌から見事なバク胸がつゆわになった。映画評論家の秋元哲司氏が当時を振り返る。伝説のヌードシーンは今も忘れられません。試写会では何というおっぱいなんだとどよめきが起きるほどでした。翌95年には写真集1、2、3でも全てを晒し、爆狂イコール高岡早紀の方程式を確立した。だが、魔性のフェロモン女優にとっては、ここからが本番だった。オムニバス映画、フィーメールの夜の下先編で主演を飾ると、夢の中という設定で、階段の前で立ったまま交わる。嫌から、ん?歩きながら行くなんて。卑猥なセリフを吐きながら、早送りのような速で疲れるのだった。さらに、いわくつきエロスと評判になったのは、映画、モンスター、13年、パークエンタテインメント、でのこと。ある映画関係者は、声を押し殺しながら、ブサイクと罵られた女性が整形手術で美女に変貌するという設定でハードな濡れ場に挑みました。ただ、スピンオフ版では、ほぼツヤビデオのような合体描写を盛り込んで撮影する予定で進行していましたが、水面下で頓挫。映画も DVD 化されていません。奔放な私生活がたびたび取り沙汰されたが、その度に妖艶さが増していく。芸能ジャーナリストの佐々木宏之氏もある場面を目撃していた。10年に長女を出産しています。が、その直前に新大阪駅で新幹線を待っていると、前からすごい胸の女性が歩いてきたと思ったらお腹も膨らんでいることに気づきました。それで、顔を見ると高岡だったんです。当時、公表していなかったので驚きましたが、何よりも色気は別格。感動すら覚えるほどでした。当然、磯地になっても置かれることはなく、8月末に自身の YouTube チャンネルに、というタイトルで投稿。都内で保管した様子を撮影し、のっけから4着の水着を紹介。面積の小さいビキニもあって妄想が膨らむも、残念ながら着用シーンはお預け。それでも、上乳が見えそうなセクシーなキャミワンピースを着用し、サービスショットは十分に堪能できましたね。私生活の艶気が作品にもしっかりと反映されるところがすごい。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。